come closer. Taste the life and touch the sky, yeah, till it's over. こんにちは、エミです。今回はミントの6ヶ月のハーフバースデーの記念にフォトスタジオでプロのカメラマンさんに写真を撮っていただきました。その様子をお伝えしたいと思います。予約の時間になったので早速行ってみたいと思います。あ、間違えました。引くですね。こちらのビルの2階がスタジオになります。お友達ワンコのティナちゃんも一緒に撮影してもらいます。ひなちゃんとお会いするのは前回の動画のたけびカフェ以来です。ひなちゃん覚えてくれてるかな。今回撮影していただくのはスタジオレンブラントさんという京都市中京区にある本格的なフォトスタジオさんです。ドラマや CM 撮影にも使われる本格的な撮影セットで、大手チェーン店の写真館とは異なるこだわりの撮影を完全貸し切りでされています。早速撮影スタートです。なかなかじっとしてくれないのは人間の子供もワンコも同じですね。振り向いた時のお耳ふわーが可愛いです。うちのミントもピナちゃんもなかなかじっとしてくれなかったのですが、そりゃそうですよね。記念撮影とか言ってもワンコには分かりませんよね。じっとできないのでお写真の出来もそんなに期待していなかったのですが、出来上がったお写真を見てびっくり。こちらです。じっとしているのは1秒あるかないかぐらいなのに本当にすごいです。ミントはハーフバースデーの記念に皮膚と着物で撮影してもらいました。この皮膚と着物は母が作ってくれました。パピー期は結構バタバタで、今までの子もあまりお写真が残せていなかったので、今回こんな風に撮ってもらえて本当に良かったです。皆さんの心の声が聞こえてきました。最近は携帯のカメラでも結構綺麗に撮れるけど、プロに撮ってもらうとやっぱり違うの。スタジオで撮り比べさせてもらいました。こんなに違うのかと驚きでした。カメラマンさんに他にご希望のお写真ありますかと聞かれたので、リクエストして撮っていただきました。去年長年連れ添ったワンコを亡くしたのですが、その子たちの写真はいっぱいあるのですが、自分と写ってる写真ってほとんどないんですよね。それが少し後悔だったので今回一緒に撮っていただきました。顔は写らないようにというリクエストで、出来上がったお写真を見ると一緒に生きた証のようで嬉しかったです。皆さんも撮られてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。スタジオレンブラントさんの情報は概要欄に載せていますので、チェックしてみてください。